辛口トークが面白いバイオリニストの高嶋ちさ子さん。その毒舌キャラでお茶の間をにぎわしていますが、家族も高嶋さんに負けないキャラの持ち主でした。今回は高嶋さんのとんでもない学生時代のエピソードや夫、息子たちについてまとめましたので紹介します。高嶋ちさ子さんのプロフィール。本名、森田ちさ子。生年月日、1968年8月24日。出身地、東京都。身長、158センチ。血液型、A 型。学歴、イェール大学音楽学部大学院。所属事務所、J2。経歴。高嶋ちさ子さんはピアニストだった母親の影響で4歳からピアノを始めましたが、母親からあなたには才能がないと言われ、2ヶ月で辞めさせられました。幼稚園の時、他の園児がバイオリンを弾く姿に憧れ、母親にバイオリンをやりたいとせがみましたが、ピアノができないからバイオリンも無理だと却下されます。しかし、1年間お願いし続け、6歳で習うことを許されました。バイオリンのレッスンにはすべて母親が同席し、できなかったことは事細かくメモを取られ、帰り道で叱責される日々でした。中学時代もその生活は変わらず、毎日8時間練習し、弾きながら寝ていたこともあったと話しています。その後、東邦女子高校音楽科、東邦学園大学音楽学部に進学し、大学卒業後はアメリカのイェール大学音楽学部大学院に3年間留学し、バイオリン中心の生活でした。高嶋さんはアメリカ留学中の26歳の時に、レコード会社に勤める父親に日本に呼び戻され、2人組ユニットチョコレートファッションで CD デビューしましたが、全く売れずユニットは解散。解散後はソロで活動を始めましたが、それもうまくいかず、時には路上で演奏し、母親から生活費を借金していたといいます。そんな中、テレビに出るきっかけになったのは、高田純次さんでした。30歳を過ぎた頃、弾いている曲が高田さんのゴルフ番組のオープニング曲に採用されたことで番組に出演すると、初めて会った高田さんから、君面白いね、うちの事務所に来ないか、とスカウトされたのです。事務所に入ってからはバラエティ番組のオファーが相次ぎ、毒舌キャラでブレイクしました。学生時代はバイオリン三昧？小さい頃から気性が荒かったという高嶋さんは、高校時代には学校の先生に向かって、先行と呼び、親が呼び出されたこともありました。大学時代は合コン三昧で、多い時で、週5回合コンをこなしていたと明かしています。勝ち気な性格の高嶋さんは、東大生と合コンした時に、俺が何しても親は怒らないんだよね、と自慢されると、お前んちを燃やしてバーベキューパーティーやろうぜ、などと暴言を吐いたこともありました。しかし、綺麗な高嶋さんに言い寄る男性は後を絶たず、1日3回別の男性とデートを繰り返していたそうです。また、大学の定期テストでは、試験の解答を書けと愛車で友達の家に向かい、友達に試験問題を解かせていたことを暴露されています。アメリカ留学時代にはお金に困っていたため、友人たちと食事に行った際は、自身がまとめて父親のクレジットカードで払い、みんなから現金を集めるなど工夫して生活していました。しかし、父親にそのことがバレると当然叱られましたが、高嶋さんは、一人だと物騒だから安全のために友達と一緒に食事するんだよ、と全く謝らなかったと言います。ずっとバイオリン漬けの生活かと思っていましたが、自由奔放な学生生活は、型にはまらない高嶋さんらしいですね。家族が、父親は東芝 EMI の音楽プロデューサーをしていて、ビートルズの日本での仕掛け人と言われ、日本の音楽の歴史に深く関わった人物です。高嶋さんは父親のことを、究極の偽善者と表現しています。高嶋さんには姉と兄がいて、兄は高嶋さんと同様、
言いたいことをはっきり言う強気な性格だそうです。幼少の頃から優秀で、大学卒業後は石油プラントの建設などを手掛ける企業に就職し、現在は取締役を務めていると言われています。姉はダウン症で、高島さんは母親からは物心がついた時には、将来母と父が亡くなった時に姉の面倒を見るために兄と千佐子さんを産んだと教えられてきました。姉がいなかったら産んでないからと言われてきた高島さんですが、私にはそれが生きがいになったし、おかげでここまでやってこられたから母には感謝だし、そんなこと言われて傷つくような子供じゃ二人ともなかったと語っています。一歳年上の兄とは喧嘩が絶えなかったようですが、母親の言いつけ通り兄と結束してダウン症の姉を守っていました。姉をいじめていた人物のリストを作り、一人ずつ仕返ししていくというやり方をしていたため、学校で恐れられていたといいます。2017年に母親が他界しましたが、今でも家族旅行へ行くなど仲がいいようです。夫は、高島さんは1999年30歳の時に3歳年上の宝石会社勤務の会社員と結婚しました。夫の父親はソニー生命保険の社長兼会長などを務め、ソニー創業者の一人である森田明夫さんの末弟にあたります。夫の身長は180センチほどで、高島さん曰く顔は谷原章介さんと松岡修造さん、石田純一さんを足して3で割ったような顔のイケメンだと説明しています。出会いのきっかけは、夫が働いている宝石店に高島さんの友人が結婚指輪を買いに行ったことでした。実は友人が高島さんとその同級生が会うのではとなんとなく思い、高島さんを宝石店に連れて行ったのです。すると友人の思惑通り、高島さんは夫に一目惚れし、高島さんからアプローチしました。生まれて初めて自分から電話をして食事に誘い、デートの時は自分の車で送り迎えするほど猛アタックしたそうです。しかし当時、夫には交際している女性がいました。そこで高島さんがその女性と結婚する意思があるのかと聞いたところ、ないと答えたため、その彼女引っ張っちゃまずいよ、もう別れなさい、クリスマス前に別れなさいとけしかけ、その通りに彼女と別れることにしてしまったのです。そして付き合うことになりますが、交際2ヶ月の頃に、そろそろどうよと自ら結婚を促し、プロポーズして、付き合って3ヶ月でスピード結婚することになりました。婚約指輪は夫が大量に指輪を詰めたスーツケースを持参し、高島さんが指輪を選ぶスタイルで決定したそうです。息子たちは、高島さんには息子が2人います。長男は自らの意思で小学校卒業後にアメリカの学校に留学し、現在もアメリカで寮生活をしています。次男に関しては、小学生の時にあまりに漢字が書けない様子を見て、高島さんが教えようがないから留学させようと留学させました。これまでバラエティ番組などで息子とのエピソードを数々披露し、周囲を驚かせている高島さん。2015年には約束を守らなかった長男のゲーム機を破壊したことを明かし、子育ての仕方に賛否両論を巻き起こしました。高島家には、夜9時に寝る、夜7時以降は電化製品を触らない、平日はゲームをやらないという3つのルールがあり、長男が平日はゲームをしないという約束を破ったため、高島さんがゲーム機を壊したのです。長男はこのことで母親が炎上している時、なんで知らない人が怒っているんだ、僕は怒ってないのにと冷静に言っていたといいます。そんな長男は幼い頃にチェロをやっていましたが、4歳の頃に挫折し、その後やりたいことが見つかっていないそうです。一方、次男は6歳にして高島さんのアルバムでチェロ奏者としてデビューしました。繊細で優しい長男とは対照的に、次男は顔も性格も高島さんにで勝ち気な性格だそうです。学校でママに金属バットで殴られていると嘘を話し、
高島さんが学校に呼び出されたことがありました。帰宅後、高島さんが叱ると時期的に面白いかなと思って都会されたそうです。高島さんは2019年、平日は子どもの学校だけの時間しかテレビ出演の仕事をしないと宣言しています。原因は10歳の次男が荒れているからでした。次男がチェロをやめたいと言って聞かなくなったそうで、高島さんは、まだまだ可愛い息子がこの1ヶ月荒れに荒れてます。原因は私です。一緒にいればわかること、できることが何もできていなくて本当にかわいそうな思いをさせていますと説明し、母親がいないことで荒れてしまっていることを明かしました。この高島さんの決断に対し、次男は喜んだものの、長男は金銭面の心配をしたそうです。毒舌キャラでお茶の間を楽しませている高島ちさ子さん。家族もキャラが濃いメンバーのようで、息子さんたちは大物になりそうな感じがしますね。これからも高島さんの毒舌で面白いエピソードを期待しています。あなたはどう思いましたでしょうか？息子さんたちの成長も楽しみと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。